アメリカメジャーリーグエンゼルスに所属する大谷翔平選手はタイガース戦に1番 DH で先発出場し、3打数2安打1打点2四球を記録し、チームの13対10の大逆転勝利に貢献しました。打者としてはこれまでにメジャートップの40本のホームラン、投手としても8勝1敗、防御率 2.79 を記録し、アメリカの著名なコラムニストは、スポーツ史上最高のシーズンとして語り継がれるだろう。と、大谷選手の二刀流としての活躍を絶賛しました。また、同じロサンゼルスを本拠地とするドジャースファンに向けて、異例の呼びかけを行ったのです。今シーズンの大谷選手は、打者として、シーズン40本のホームラン、また、投手としても、8勝を挙げる大活躍をしています。アメリカのスポーツ専門局、ESPN などのコラムニストである、アラシュマーカジ記者は、自身のメディア、モーニングコラムで、ロサンゼルスの野球ファンは、大谷マニアになる必要がある、と題した特集記事を掲載しました。記事の中ではまず、ロサンゼルスエンゼルスという、チーム名でありながら、実際にはロサンゼルス郡ではなく、オレンジ郡のアナハイムにあるという、地理的状況を説明しています。またもともと、アナハイムエンゼルスという、チーム名だったことを説明し、ロサンゼルスの野球ファンの多くは、エンゼルスを、ロサンゼルスのチームだとは思っていない。ロサンゼルスの野球ファンは、もちろん、大谷の活躍は知ってはいるが、それは、サンフランシスコやサンディエゴで行われていること、と同じことだと思っていると述べています。しかし、今シーズンは、事情が大きく異なると、記事は言います。今年は普通のシーズンではない。大谷は普通の選手から、最も遠い存在なのだ。大谷は、これまで誰もやったことのないことを、フィールド上でやっているし、今シーズン彼がやっていることは、二度とできないかもしれない。我々が今シーズン目撃している大谷は、メジャー史上最高のシーズンになるだけでなく、スポーツ史上最高のシーズンになるかもしれないと、今シーズン二刀流として、大活躍している大谷選手を、称賛しています。この名物コラムニストも、他の多くの人と同じく、大谷選手に魅了されているようです。トラウトが怪我をして離脱したことで、エンゼルスは、大谷のワンマンショーになってしまったが、それでもそれが、一番のショーであることに変わりはない。エンゼルスのファンでなくても、この歴史的なシーズンが終わる前に、大谷を目撃するチャンスがあるのに、見に行かないのは、とんでもない損をしていることになる。通常、ドジャースファンに、ロサンゼルスからアナハイムまで、エンゼルスの試合を見に行くことを、勧めたりはしない。しかし、大谷が大活躍している今シーズンは、通常のシーズンでなはい。ロサンゼルスから、エンゼルスタジアムまでの旅費と入場料は、非常に手頃な価格だ。この機会に、実際に大谷の試合を観戦しなければ、ドジャースファンといえど、必ず後悔することになるだろう。このように、著名なコメンテーターは主張しています。大谷選手はすでに、敵チームのファンからも、応援される存在になっています。先日、敵地で行われた、クリーブランド・インディアンス戦では、1番 DH で出場。3打席目にライト前ヒットを打ち、この試合は、4打数1安打でした。リアル二刀流として、結果を残し続ける大谷選手には、敵であるインディアンスのファンからも、MVP コールが起こっていました。同じく、敵地でのデトロイト・タイガース戦では、タイガースのレジェンドである、2012年の三冠王で、500本目のホームランに王手をかけていた、カブレラ選手よりも、大谷選手の方が、相手ファンからの声援が大きいほどでした。今シーズンエンゼルスは、敵地での試合が、あと20試合弱残っています。そのうち、パドレスやホワイトソックスなど、ポストシーズンに進出する可能性のあるチームとの対戦が、11試合残っています。地区優勝争いが熾烈になる9月には、これらのチームが、長打力のある大谷選手との対戦を避けるために、敬遠などの安全策を取ることが考えられます。しかし、対戦相手のファンが、それを許さないかもしれません。味方のチームでさえ、
大谷選手との勝負を避ければ、強烈なブーイングをすると考えられるからです。エンゼルスのマドン監督も、敵地のファンでさえ、大谷が前例のないことをするのを見たいのだ。と言っていたように、ベーブ・ルースでさえ、同じシーズンに達成できなかった。本塁打王、打点王、二桁勝利という偉業を、大谷選手が達成するのを、全米の野球ファンが楽しみにしているからです。味方チームのバッテリーが、大谷選手との対戦を避ければ、味方のファンから容赦ないブーイングを浴びせられる。真っ向勝負をして打たれるならともかく、敬遠して歩かせてしまうと、ファンを失望させてしまい、スタジアムの集客にも、影響が出る可能性があるため、各球団は、大谷選手との対戦を余儀なくされるでしょう。MLB.com のエンゼルス担当記者である、レッド・ボリンジャー記者は、大谷翔平の第1打席の時に、アナウンスがされる前から、タイガースファンの大谷への声援が聞こえてきました。それは本当にクールな光景でした。大谷はタイガースの本拠地で、相手ファンから、素晴らしい拍手を受けたのです。このように、敵地での様子をツイートしました。そして大谷選手は、そのファンの声援に応えるように、投手としても打者としても大活躍したのです。それでも、タイガースのファンはブーイングをせず、大きな声援を送り、大谷選手のプレーを堪能しました。他に類を見ない歴史的なパフォーマンスと、振る舞いを続ける大谷選手に対して、敵地のファンも、最大の敬意を払ったのです。大谷選手に向けられる、敵地のファンの声援に対する、海外の反応です。本当に何がすごいかって、大谷がホームランを打って、それが、敵地のファンで埋まる、ライトスタンドに飛んでいったら、敵地のファンが大喜びしていることだよ。もう大谷に関しては、敵味方関係ないんだと思う。大谷は、それを超越した存在になったんだ。大人はもちろんだけど、特に子供たちは、大谷のプレーを見て、本当に喜んでいる。大谷のホームランボールを取った、敵地のファンの子供が大喜びしているシーンが、たびたびニュースになるくらいだからね。そんな大谷のプレーを喜んでいる子供たちの中から、数十年後に、大谷選手のプレーを見て、二刀流をやりたいと思いました。っていう選手が、きっと現れると思う。大谷は、未来永劫、二刀流のパイオニアとしても、語り継がれていくと思うよ。ホームだけでなく敵地でも、あれだけの声援を受けるのは、大記録がかかったレジェンドに向けての時だけだと思う。それだけ今シーズンの大谷が、レジェンド級の活躍をしている証拠だと思う。敵チームのホームランボールを取って、怒ってグラウンドに投げ返す人もいるけど、大谷の時のように、敵チームのホームランボールだけど、取って喜べる方が、幸せな光景だと思うな。エンゼルスの主力選手である大谷選手に対して、敵地の相手チームのファンから、ブーイングではなく、声援を送られるのは、ある意味不思議なことですよね。そんなことは、偉大な選手の引退の時だったり、大記録がかかっていたりなど、本当に特別な時にしか起こりませんからね。それだけ大谷選手が、すべてのメジャーのファンから愛され、期待されている証拠だと思います。今回は、以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。